本日のメニューはサイダー。サイダーとは甘味料とクエン酸で味付けし、香料を加えた炭酸ガスを含む飲料。ほう、簡単そうやん。作ってみよう。炭酸ガスを含む飲み物って作れるの？炭酸ガスとは二酸化炭素 CO2 のこと。飲み物の中に二酸化炭素を発生させる。エアインチョコの時と同じ原理を使えばサイダーが作れる。まず大事なのは、温度が高いと二酸化炭素が溶けにくいので、水はしっかり冷やしておきましょう。二酸化炭素はこのように温度が上がると溶ける量が少なくなります。しっかり水を冷やしておくことで、シュワシュワ感の強いサイダーができるよ。ここからが肝心。片方の水にクエン酸とガムシロップ、グラニュー糖を入れて溶かします。糖分の量が気になる方は調整してくださいね。もう片方の水には重曹を入れて混ぜます。さあ、クエン酸と重曹、炭酸水素ナトリウムを混ぜて、シュワシュワ、この気泡が二酸化炭素よ。2つを混ぜるとこんな反応が起きるの。ちなみにこの二酸化炭素が発生する反応は、周りから熱を奪いながら反応が進む吸熱反応。周りは熱を奪われていますので、温度が下がるんです。最後に香料を加えて完成。この夏はオリジナルサイダーで爽やかに過ごしませんか？